淡谷氏は日本の士族。清は源氏義満流で武家として活躍した下記の一族が著名。清は源氏の一族で源義満を祖とする。その子孫は海源氏として海の国を中心に活動したが、その中の一人、安田義貞は源の頼朝の御家人として活躍。しかし後に海、源氏の内向を格索した頼朝の手によって、 無本の罪を着せられ、暗殺された。その子、安田義介も、頼朝の手によって暗殺されたが、義氏の孫にあたる安田元義が、大江氏に仕えて存続した。安田氏はその後も、大江氏に仕えたが、鎌倉時代に在住している、日立国阿波屋の地名を取って、阿波屋を称したとされる。南北朝時代に入ると、大江氏の一族で、毛利氏当主、毛利氏親が、南朝、 延元元年、北朝、剣務三年に、秋国に下校した際に同行して、秋国に入った。これが、秋綾氏の始まりである。秋に土着後、黒人領主としての活動を開始し、一部は、秋武田氏にも仕えた。毛利元成が当主となった頃の阿波谷氏の当主は、阿波谷原国であった。一族は、毛利氏に従っておのの中国地方各地を転戦し、 毛利氏の勢力拡大に多大なる貢献をした。その中でも、阿波谷元地下は、毛利隆元の信任を得て、五奉行の一人となった。慶長5年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏が傍聴二国に違法されると、阿波谷氏も秋国を離れて、長州藩に仕えた。阿波谷氏の一族は、宿りきに四千九百十五国、九十一国のや、 大組に四百国以上の六高の家が5かあり、他に四十数屋の諸子家がある。江戸時代を通じて一族は繁栄し、明治維新に至った。源義満。義行未公、乗を盛吉。清光方、原子公。泉三長武田信義安田義邸鏡縁公、浅利義縁。義士。義高義弘義継。

若狭国死後職で、戦国大名の若狭武田氏に家臣として仕えていたが、何時の頃に若狭国へ進出したのかは不明。上記の秋山谷氏の一族が、秋武田氏に仕えており、その関係で同族であった若狭武田氏に仕えたと推測される。若狭武田家臣では同じく会、源氏の流れを組む一味氏ともに重臣であった。戦国期に若狭武田家中に、 阿波屋を称する人間は多数いるものの、その系譜は不明であり、詳細については不明点が多い。戦国時代の到来を告げた、応仁の乱の頃の在京部教人であった、阿波屋賢家は、長京元年から始まる長京、遠徳の乱にも出陣、武田元信の側近として、先陣を受けたまわるなど活躍した。その子、阿波屋親栄も、 古典文芸に親しむ風流人で若さ武田氏の重臣として活動。しかし、英昇4年に討ち死にした。親栄の子、阿波や勝春も重臣として活躍したが、天文4年に討ち死にを遂げるなど、一族は武田氏のために命を散らした。阿波や勝高のいとこであった、阿波や源流は天文7年に突如として、無本を起こし、天文11年。 三好正長、三好長兄、湯座長京率いる細川春元、畠山種長と、木沢仲正が、川地国で戦った太平寺の戦いで木沢方に、味方して討ち死にした。戦国時代に入り、弱体化を続ける若狭武田氏の当主、武田義宗は、A6 年間に、勢力回復を狙って、越前国朝暮らしに支援を求め、その軍勢を若狭に入れようと図った。 そのため、若狭彩氏の一族であった、阿波勝久は、吉宗の子である、武田元明を擁立して、謀反を起こし、朝倉支配に抵抗した。勝久は、越前国国境に近い国吉城を集築して、居城としており、攻め寄せる朝倉氏と激闘を繰り広げ、その軍勢を何度も撃退する。しかし、禄十一年に、主君の武田元明が、朝倉氏に降伏し、 県名は、越前国へと拉致される事態となる。それ以降も勝久は、浅倉市への従属を拒否して、徹底抗戦を貫き、天正元年頃より、若狭国を支配下に置いた、織田信長に服属した。同年8月の越前攻めでは、一条国一番乗りの仏坑を立て、遊兵されていた九州の武田元明を救出した。武田元明の除名は叶ったものの、 元名の若狭国復帰はならず、勝久は若狭国を領した庭長秀の寄り木となった。天正十年の本能寺の変の後は豊臣秀吉に仕えた。勝久の孫、阿谷女太夫は、慶長十九年から始まる大阪の陣にも豊臣方として参戦。大阪落城後は東道高虎の家臣となった。もう一人の孫の阿勝長は薄木藩の稲橋に仕え、 カ老職を務めた。子孫は引き続き、薄木藩稲橋に仕えて、明治維新を迎えた。なお、阿波や源流の娘は、家じゅ春右に嫁いでおり、この系統は現硬室にもつながっている。阿波や茂県や国春。笑いかもめ研修いわらいかもめ研修運をやさかえ。源流勝春。娘イコールか十ゅ春右に勝久。 坊坊。助太ツ勝長、ありがとうございます。